ライバル、への発言に注目が集まっている。ドジャース、大谷翔平投手は15日、日本時間16日、シティフィールドで行われたリーグ優勝決定シリーズ第3戦の前日会見に臨んだ。MVP 争いの対抗馬とされるメッツのフランシスコ・リンドーア内野手についても言及すると、ファンは相変わらず紳士的、素晴らしいリスペクト、 と感動の声を寄せている。実際の様子、大谷翔平が笑顔、林道亜は、好きな選手の一人、神発言、に感動の声続出。大谷は今季レギュラーシーズン159試合に出場し、54本塁打と130打点で2冠。連人未踏の、50本塁打 &50 盗塁、も記録した。 対する林道アは、152試合出場で打率点273、33本塁打、91打点、OPS844、29盗塁をマーク。卓越した遊撃守備を誇り、8月末の段階では MVP 投票で重視される勝利貢献度王で大家を上回っていた。その後、9月に大谷が爆発して差が広がったが、 ニューヨークファンの中では、リンドーア推し、が根強く残っている。この日の会見では米記者からリンドーアについての質問が飛んだが、大谷は笑顔を浮かべながら、レギュラーシーズンからチームを引っ張っていると思いますし、それだけ素晴らしい選手ですし、会えば笑顔で挨拶して、素晴らしいグッドガイとコメント。続けて、僕も好きな選手の一人ではあるので、 と敬意を払った。MVP 争いはもちろん、ポストシーズンの勝敗を占う意味でも林道アは、ライバル、と言えるが、大谷らしい敬意を忘れぬ発言に X、旧ツイッター、を中心に感動の声が広がった。こういう紳士的な対応ができるから好きになっちゃう。大谷さん、さすがです。男前すぎる。 謙虚で常に相手をリスペクトしてる姿勢いいですよね。素晴らしい関係性、などとコメントが寄せられている。